ども、今回は鬼越トマホークの2人に来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。同棲してましたか。いや、同棲期間。あ、どう、そうですか。結婚して、はい、もともとその高円寺って町で、うん、彼女と僕で、あの100メートル先、100メートル間隔ぐらいで別の家に住んでたんですけど、はい、ないんよね、そのなんか変だと思う。町で、昭和のサンデーみたいな昭和のサンデーサンデーのランコメみたいな設定ないもん、それ町で同棲してるんだ、うん。まあまあ、あのその新婚生活は先大きい、はいはい、自分らのチャンネルではすごいあれないの、はい、あの 人気企画やってるやろ。まあランキングですかね、はい、なんか、はい、なんか YouTube だと、うん、視聴維持数っていうんですかね、うん、最後1位が気になるからランキング結構適してるみたいです、うん、俺はバズりたくて、はい、こうでコラボであっちこっち行って、はい、結構攻め攻めのコメントしてんねん、はいはい、全然バズらない。やっぱセンサーはライターとバチバチじゃないですか。やっぱハブとマングースいやじゃ あっちがマングースですけどね。いやじゃ見た人が叩いて、もうライターがもう拾い上げざるを得ないっていう状況になるように攻撃する隙をめちゃくちゃ作ったコメントするんやけど、それは全然バズらない。タイトルはどんな感じにしてるんですか。ライターさんも見ないと多分記事書かないんですよ。で僕らは本当に怖い芸能人ランキングとか、ムラッとくる女芸人ランキングとか、まず見てもらえるようにサムネというかタイトルも変えてるんですけど、まあ、じゃあ今度なんか書き込みしたやつと本気で喧嘩するんですそれは、まあ、それは出たら大丈夫、それは大丈夫です。でもまあまあ、じゃあその、ランキングがちょっとあやかって、はい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 、今回はですね、はい、裏表がありすぎる芸人。なるほど、これはだいぶ引きありますよ。引きたいですよね。これは引きたいと思います、はいはい、しかも多分その世代的に全然違うので小谷吉本の方よですけど、はい、いやだからそのあそういう風にあの人は見られてんのかっていうのもちょっと楽しみですね。だから単純に悪口、そのマイナス面だけじゃなくてプラスのパターンもあるんですね。だから、俺だから、ありすぎる芸人、はい、でもええし、なさすぎる芸人でもええって思ったよね。はい、裏表になるどういうことやろ、それは芸人として、はい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 、了解です。じゃあ僕ら先行でちょっと考えましたね、はい、はい、もうじゃあえ、ほんまねハードゲームハードゲームでなってるっておい了解です。じゃあ3位から、はい、いきます、はい、はい、僕らの最後です、ウーマナシアワー村本さん。あいつの裏表でこれある方ない方、めちゃくちゃあります。後輩から見たら、はい、やっぱりあの本番は、はい、とてつもなく喋るんですよ、はいはい、あの中川パラダイスさんに相方の一言も喋らせないぐらい、はい、もう濱家さんが三八マイクみたいになってるじゃん、はい、本当に喋らなさすぎて、楽屋だと、うん、一言も喋らないです。絶対喋らない。あとその結構ヒールじゃないですか、うん、でも楽屋とかで意外とあのおとなしいし、うん、割と優しいというか、なんかポロッと美味しいお店 ね一緒に行くわけじゃないんですけど、はい、地方とか行くと美味しいお店めっちゃ調べてて、めっちゃ興味ある。で僕らがなんかあなんか飯でも食いかずっとなんかちょっとねささっと教えてくれる。僕らが名古屋の公演の時に何食いくっつったらささっと来てここのとんかつうまいよみたいなことしておいて帰っていって、で僕らが実際行ったんですよ。そこに、レイザーラモさん HG さんとかで行ったんですけど、そしたら村本さんパーッ来て「どうだったうまかったの?」っつって、もうお店の人にわざわざうちの後輩が「すいませんありがとうございました」みたいな、めちゃくちゃなんかお店こうまあ結構常連だったらしくて、そうです、はい、はい、それがもう世話になりましたみたいなこと言ってくれて、そういう社員人だそういうことしてるんで、ツイッターとかだと、うん、もうとがりまくったら伝説の一日でもなんかもう、うん、波紋を呼ぶようなね漫才じゃないみたいな、ね、ダウンタウンさんダウンタウンの漫才に点数つけたりとか、うん、あんな人じゃ本当にあのあんなとがったことするような人間じゃないのに、うん、何を、はい、本当にもともと多分結構心優しい
穏やかな人間じゃないですか。だからあれなん違う、あんまり学生時代とか友達おらんかったじゃん。まあそうでしょうね。そういう人でそういうの多いよ、はいはい、突発的な行動を取るっていう、はい、まあまあだからちょっとヒールに見せてるけど実はいい人っていうのでちょっと村本さん、ね、はい、いい人なのこれ。だから普通だったら一緒に食いに行くやん、はい、その店に行くぐらいやったら、はいはい、それ相手さんだけ食うってちょっとおかしいな一緒には食ってくんないですよね。だからそこが変わってますよ。変わってんの、変わってるんですか。だからいい人じゃないの、まあ、だから変わりない人ですよね。だからあのこんなのテーマこっちから言うといてあれやけど、はい、なんかあの裏表あるよりより、はい、すごいなんかあの想裏表あるんやけどなんか想定内な感じがする。あなるほど、もう撮ってる行動は行動は裏表あるけど、なるほどなるほど、あのテレビとプライベートって裏表あるけど、はい、なんかそれも含めてああ分かるわいう感じです。なるほどなるほど、なんか言おうとしてること分かる、はい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 、そんな一面もありそうだな。そうそうそう、ね、いい裏表だったんです。あそうですね、確かにもういい裏表、いい裏表はここまでです。大丈夫です、はい、僕らだから後輩だからびっくりしたっつのはありますよ、ね、そうね、最初に、はい、今までと思ってたイメージと違った、はい、チャンピオンになったの見てはすごいなと思ったら、なるほど、っていう形で僕らは、はい、じゃあ、はい、僕はじゃあチャンスをお仕事するわ。ああ、お嬢さん、お嬢さん、チャンスを思った、はい、裏もあります。なんかあんな感じ、ずっとあんな感じ。お前ら全然知らないの、あいつが酒飲んでたの。あ、知らないです。やめられたっていうのは知ってますけど、今お優しい感じですよ、はい、後輩には。やろ、はい、あれ全部嘘やからな。あいつ東京都で3番目に免許なくしてる、ね、次免許なくしたらあいつ逮捕やで、ね、あの売ってるやろって外国人に。はあ、そういうことか。二十何回紛失してて、はあ、それ本当に売ってたと思うんですか。違うね、もう普通に酒屋で、あ、酒飲みに行って、はあ、金ない時に明日持ってくるから免許中だろうやー言うて置いて帰る、ね、取り行ってないってことですか。で、うん、取りに行ってなかったり、あと用途は公園とかで寝るから財布もすぐなくすし、はい、一番やってたあいつなんか酒飲んだら気が大きなって、はい、こんなもんいらないって捨てる癖があるんです。あんなにそれしてる。ああ、はい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 。それでしょっちゅう財布の中に免許も入ってるから、はい、なくすね。はあ。だからあいつ広い時、政治家でバイトしてる時に、あ、バイトしてる時だ。政治家でバイトしてる時に、バイトしてる間だけで電話番号4、5回変わってもらうね。携帯もしてるから。なくして。うん。結構狂気な感じ。確かに狂気。今穏やか、めちゃくちゃ穏やかじゃないですか。だからあれがもう一回俺の知り合いの店で大暴れして、結構なんか豊かな人たちが来るとこやね。はいはいはい、もうお前らも知ってるような会社の社長さんとかが家族で来るようなこう地元に愛されるお店やねんな。そこでベルベルなって、こんなクソみたいな店二度は売らんだろ言うて、あの後ろさんが優しいのに。でも俺らにめちゃくちゃ優しいですよ。いやだから嘘だよ、酒飲んだ時もそう、酒飲んだ、そうなんだよ。私えらいもんでそこまでひどいことを言われてんだけど、お客さんは何にも気づかないの。なんでかっていうと、そんな言葉聞いたことがないから耳が感知せえへんわけ。なるほどなるほど、理解できてないですよね。その場にふさわしくなさすぎて、うん、ほんまに。だから俺と飲んでる時に、その時はまたチャンスの酒飲んでた、はい、俺とチャンスと早い時間から飲んでて、ほんまそこにジュニアから電話かかってきて、はい、もうベロベロやから、ちょうどええわ思って、今からジュニアとこ行けよお前言って、分かった言うて、今からジュニアとこ行くわ言うて行って、もうしばらくしたらジュニアの後輩から俺のこと電話かかってきて、チャンスさんどこ行きました、うん、どこ行ったって言うの、行くと思ったタクシー乗り場の歩いて行ったぞっつって、でまあまあええわほっといったね、そのまんま。で昨日お前何してたのって、タクシー乗り場でタクシー乗ってるったときに、その後ろの親父と仲良くなって持って、そのままカラオケボックスおっさんの二人で行ってくれないなって叫んだ時に、はって我に返って、おっさんだれやーレックス歌ってるんですよ。君が一緒にカラオケ行こうって言ったんだろうみたいな。
すごいなぁ。お城さん、やっぱやばい。やばいっすね。やばいエピソードあるんすよ。えげつない知らない。あんなにいい人なんですけどね、普段は。意外と普段いい人の方が酒、ね、知らになったりする可能性ありますもんね。知らず、そんな一番あるんすね。そんな。いや、全然、でも本当それこそ本当裏もだる芸人ですよね、マジで。えぐいっすね。心入れ替えたチャンスさんとしかまだ出会ってないんで。だからあの酒が流れてる。酒ない、流れない。だから、問題は酒だけやん。酒、そうっすね。まだまだ。まあ、そういう知らんだ。酒飲んだら自分身長2メーターあると思ってる。握力120の負けもんだと思って自分のことを無敵やんって思う。めちゃくちゃちっちゃいですもんね、うん、やばい。じゃあそれさちゃんと支えで、じゃあ僕の2位、大山秀夫さんです。お大山さんってまあ、普段、まあ、あんまり詳しく、まあ、僕らもね、詳しくないんですけど、ルミネのね、まあ、コントね、はいはい、一回主演になったんですよ、あのルミネの、まあコントで、はい、で、大山さん班だったんですけど、はい、打ち上げで、一応飲み屋連れて行ってもらって、で、その時も、いや、うちのなんか、あの俺の行きつけあるからっつって、連れて行かれて、ボトル入れてるからっつって、で、最終的に俺は帰って、りょうちゃんが最後までいたんだよね、はい、大山さんが、ね、うん。で、すごく仲良くなって、次の日も公演があったんで、はい、で、ルミネで、パーって行って、大山さんに昨日の感じで、すいません、お疲れ様でしたみたいな、昨日お疲れ様でしたありましたって言ったら、あって俺だったんですよ。え、昨日の何だったんだろう、大山さん。で、もう一回話しかけて、今日よろしくお願いしますみたいな、ね、これで、あ、やるな、みたいな。裏持ってるというか、なんか、毎日違う人なんじゃないかな。多分、実家が変わってんすよ、大山さん。覚えてないというか。そう。いや、そうなんです、俺らには。あの、すごい、あの後輩に、はい、に当たり強いっていうのはよく聞くね。あの、大山さんに挨拶したけど、無視された。まさしくそれですね。でも最初は僕らそうだったんですよ、うん、ああ大山さんこうそう厳しい方なんだのかなみたいな、ルミネで。でもその1回だからね、スペシャルコメディ出た後の打ち上げで、うん、めっちゃ打ち解けた次の日、うん、そのいつもより冷たかった、ね、冷たかった。冷酷な目をしてたんで、多分テレ屋さんなんちゃう。テレ屋さんなんですか。前の日にはしゃいだ自分を見られた後輩と今日も仕事でもちょっと恥ずかしいなみたいなのがあるんじゃん。僕ら距離縮めたくて、で話もしたしめちゃくちゃやっぱり仲いいし、まあ、そういうの方が、まあ、コメディもスペシャルコメディ盛り上がるじゃないですか、うん、その掛け合いもあるし、その感じで行こうと思ったんですけど、もう本当に信じられないぐらい冷酷な目で、あみたいな言われて、あれってなって、でその話をいろんなところで知ってるんです僕らも、うん、そしたら俺もみたいな感じで、やっぱ後輩に対してなんかそのシャイな感じなんですかね。なんかそうだから、あれよく鏡ずっと見ながら、あれは鏡越しに挨拶してるらしいね。ああ秀夫にしたら鏡越しに挨拶できるレベルの芸人ではないかな。やめろ。はい、同期ですよね。同期とあですよね、うん、どんな方だったんですか同期。俺らは楽しくしてたよ。あ、遊びにも行ったし、まあまあ、後輩にそんな当たり強いやつだと俺は思ってなかったから。まあでも結果でいい人ではあるんですけどね、はい、そういう一面があるよっていう裏の一面も。分かりました。じゃあ、俺じゃあ RG にしよう。RG さんか。一番陽気な、いやいや、あのままっすよ、見た目。いや、その見た目と、裏表であるというか、あいつずっと俺裏の自分でやってんじゃんかと思う。裏うん。だからあいつってむちゃくちゃいろんなことに才能あんねん。音楽とか。あ、音楽とか。すごい。一切出さへん。うん。出さないです、ね。もうギターとかでもめちゃくちゃうまかったですよね。あ、絶対そうですよね。ギターがめっちゃうまかったから俺もびっくりなった。例えばこのバンドのギターがこの楽曲を弾いたらみたいなのを、できるくらい。あのギターとかできるのに、それを一切出さずに、はいはいはい、RG をずっとやり続けてるっていうのが確かにすごない。いや、すごいですね。あるあるとか、そう、あんなんじゃないですか。ないもっと、いや、もっと、もっと、もっと、はあ。だから、ただあるあるとかをするにはちょっと器用すぎるのかも。ああ。だから みんななんか RG そのあるあるとかのイメージがあるけど、いや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 と。なん
なんか不器用な感じに出てますよね。そうだろ、だから肛門もめちゃくちゃ強い。ギャップあるね、RG さん。確かに RG さんは、まあ、後輩も優しいですし、うん、もう本当あのままなんですけど、うん、それ才能も持ってるってことですよね。そうそうそう、それの表裏ね。あ、なんで出さないんですかね、確かに。いや、不思議。そうっすよね。だからプロレスとかやってたよ、はい、だから運動神経もいいやん。そうっすね、受け身取るってやっぱ運動神経良くないと無理だよ、ね、はいはいはい、無理ですね。それを一切利用さずにやってる RG ですね。逆に演じてるのかもってことですね。すげえ、すげえ。意外なとこでしたか、え、意外なとこでした。ありがとうございます。それ見てんねんな。 RG ともう一人、マイルドは、三浦マイルドだったけどな。あー、マイルドさん、はいはいはい。でもよくよく考えたら、裏表なくてもうあいつ最近表出てんじゃんもん。まあ酒癖の悪さとか。ああ、はいはいはい、たまに聞きますね、それは。マイルドさん、ああそう、うん、俺よう知らんねんけど、入って飲み放題つけて絶対2品、はい、頼まなあかんと、はい、ほな1人1500円とか2000円とか居酒屋あるのよ、はい、ちょっとシステムちょっと忘れた、はい、大体2品ぐらい頼めたんだろ、はい、ほんで3品目からお金普通に取られるみたいな、うん、ほらもう後輩3人4人で行ったらみんな2品ずつでもうすぐそば食べるやん、はい、ちょっとしか出てこないから、はい、ほら絶対頼むなよっていう、まあ、まあまあお金がないんだもんね。いやもちろん絶対頼むなよガッて言って醤油を皿に出して、うん、こうやって飲むんですよ。醤油を当てにすごいな。いや確かに。っていう、まあまあまあ。まあ、私ちょっとね、似てますもんね、ここの3人の芸能的には。ちょっとアングラな感じですよね、言ったら。なんか、まあまあ、そんな感じやな。いきますか、はい。はい。はい、1位はこちらです。もう中学生さん。これリアルによう聞く。もじさんはもうめちゃめちゃ僕らお世話になってて、はい、もう大好きなんです。僕は特に長野県出身なんで、同郷で。あ、そうですか。はい、で、結婚の、婚姻届の承認も、あら、金ちゃんともじさんにやってたんです。なるほど。はい、で、やっぱそのまだ全貌を解明できてないんですけど、はい、僕も生まれ育った長野でいろいろ紐解くと、あんな人間はいないと思うんですよ。どういうこと？いや、ものすごいいい人なんです、人格者。めちゃくちゃいい人だよ。そう、まあ、でもその、ね、一番びっくりしたのが、そのやっぱりめちゃくちゃいい人なんですよ。大阪に、もう中さんと僕らで初めて仕事行った時に、僕らも全く食えてなかったんで、もう中さんがもうね、長野県出身者でこうやって大阪で仕事できるってないから、ご飯食べようっつって、お庭君僕ごちそうするよっつって、せっかく大阪来たし、ね、うん、はい、セブンイレブンって言われたんですよ、はい、新大阪で、あ、これが多分ボケだと、うんうんうん、ボケだと思って、もうジェイさん、なえぇ、みたいな、やめてくださいよ、プライベートでいいじゃないですか、みたいな、こんな段ボールいっぱい持って、もうもうセブンイレブン入ってったら捨てられちゃいますよみたいな、なんか後輩みたいになったら、え？みたいな、なんか、え？なんで？みたいなって言われて、え？あ、いや、ボジさん、大阪なんで大阪っぽいもん食べませんかって言ったら、え？え？どういうこと？みたいな感じで、セブンイレブンで好きなもん、安くて美味しいじゃんって言われて、で、そのままセブンイレブン買ったんですけど、僕ら怖くなっちゃって、1個瓶を送らして、たこ焼き買ってきたりもう中さん巻いたんですよ、はい、もう中さんはセブンイレブン行った後、瓶1個早くして帰った、うん、で、初めての大阪だっていうの、うん、すごい、いや、本当に変わってんな。でも、その大阪行って何か大阪、例えば午後1とかでもいいじゃないですか、はい、新大阪で楽しめるもの、はい、ありますね、うん、なんか芸人やったら、例えば風の噂で千歳というものがあって、はいはいはい、そこで食べたいとか、はい、なんかありそうだけど、ね、全く、もしかしたらお金なかったのかなって話してたら、はいはい、その今のエピソードいろんなとこ喋ってたんですよ。そしたらやっぱり4日前ぐらいか、もしさんと YouTube 撮らせてもらった時に、本当にその時はごめんと、本当はお金がなかったんだと言ってくれて、はい、本当に言ってくれて、
で酒井君結婚おめでとうって言ってご主結構なご主義をねくれてて、僕も3年前に結婚したんですけど金ちゃんにもあげてなかったねってご主義全部くれたんですよ、うん、そ本当にその場でね。だから結果的には今はもうそんなにお金がなかっただけで丸ごとは収まったんですけど、うん、で普通の人がくれるようなご祝儀の額じゃなかったんですよ。こんなくれるんですかみたいな、はい、だからまあその時はあまあ可愛がってる子も若いだからっていう、でまあそれは若い若い若いしてるというか、はい、僕らもそんなにねケチケチって言ってるわけじゃなかったんですけど、もう中さん的にも言われてちょっと嫌だった部分もあったで、ね、やっぱ僕ら大好きなんですけど、うん、ずっと本当にああいう人なのか、それとも演じてるのかっていうのが解明できてなくて、うん、それ地元では噂聞かへんかったの？いや、全く地元で情報ないんですよ。僕、俺、長野で育ってない可能性も全く情報ないんですよ。だからもう怖い、怖いよね、まあ、ある意味これに関して言ったら裏表あるかどうかすらもう定かではない、まだ分かってないです、僕ら。で、やっぱ無観客とかでもその段ボールを使ったネタとかで、それこそキリンの川島さんが言ってたんですけど、やっぱウケるウケないじゃない、ずっとこうなんかこういう顔して飛びながらこうやってやるネタがあるんですけど、で本当だったらここにも出しちゃいけない人物だと思ってるんですけど、僕らももう中学生さんは。へでもめちゃくちゃ面白いは面白いです、うん、やっぱ先輩にもハマるし、あいやいや、そうはダウンタウンさんとかにももうめちゃくちゃハマってるんで、すごいこう当たりがソフトで、そうですね。でも裏は見たことないんです、ないんです。だから実はああいう感じで女の子大好きとかそういう人、お金好きとかそういう人っているじゃないですか、はいはい、まあ、それもまだ見えてこないという謎やな、謎で、ね、でもその絶対に変なんですよ、やっぱ絶対初めての大阪でセブンイレブンに連れてったのがボケじゃないんで、あれは怖かったな、あれが怖かったな、非常に面白いけどな非常に面白い、非常に特殊な人間だと思います、はい、あんまり見ないもん、見たことないです、未だに会ったことない、だから逆に人気が出てるのかもしれない、はい、未だにね、それいじってもピンときてない、ピンときてない、何それみたいな、小池さんまたセブン行きますかとか言ってもんみたいな、何言ってもうやめてくれやーって、いやボケやんけ、まあ、そんだけ上かぶってたら滑るわみたいなこともない、ないないない、プライベートの話一切しないんで、何聞いてももう全然真っ当なことは返ってこないんですよ。でも長野は大好きなんです、長野出身なんで、で長野の仕事もしてるんですけど、もう10年以上長野の仕事して、で僕らが長野行った時に、もじさんなんか美味しい店教えてくださいよって言っても、だから全部美味しいよって言って教えてくれ、もじさんそれ全然その本番全然それ面白くないですよみたいな、教えてくださいよって、もう店の名前ね、店の名前絶対言わない、一切言わない、一切言わない、それって先輩が聞いてもそんなんやか、先輩が聞いてもそうなんですよ。逆に俺なんてその宇宙のその付き合いがないから、そんなに本当にええやつなのかちょっと思っても、今の話聞くとその情報だけだと人間に言ってもいや、だってこっちが求めている情報を発信しないわけよ、ってことはお前のことむちゃくちゃに嫌いなんかも分からへん、それめっちゃくちゃ怖い、でも確かに、いやお世話になってるし、ね、その話だけ聞いてたら、そうとも確かにお世話になってるってずっと言ってるけど、そこまで多分世話になってないんですよねそうだね、はい、勝手に俺らが思ってるだけでお前はダメだよ俺が長野県嫌いですって言って、まあ、冗談に言ってるんですけど、うまくないじゃないですかみたいな、でそれりょうちゃんが、いやもうちょっといっぱいありますよね、たくさんあるよって言って、えどこですかって、それはちょっと言えないね、お前ら嫌われてんねん、絶対行かしてくれないですよねいやでも本当もう中さん素敵な人です、これだけは言わせてください、はい、ちょっといじらさせていただきましたけど、いじってるだけですよ、僕はもう大好きです、全て僕らも、はい、じゃあ次1位、はい、お願いします。俺はね、俺すごい好きで、俺あの竹岡、はい、竹岡さん、竹岡さん、はい、竹岡さん、はい、まあ、もうほんまにあいつだけこう裏表とか言うんじゃなくて、はい、クリアクリアや、もうほんまにずっとあのままもうどっちつこでもいいね、あの人はもう、もう裏表も、もう空気というか、もう普段も芸人やずっとずっと結構表出る時で面白くボソッとしたこと面白い一言で言うじゃん、そうそう、あのままそう舞台中もそう、ああほんまにあいつが緊張してるとことか
ただ緊張してるわとか聞いたことない。はあ、ほんまにずっとあのまま一緒に住んでることがあって、3年2年3年二丁目劇場の舞台でやってる竹若と家で俺の作った味噌汁飲んでる竹若が一緒やなんだ、自然体なのかな。めちゃくちゃ受けてもめちゃくちゃ滑ってもそのままそのまま、はあ、へこんでるとことかも見たこと。だからほんまにあいつ、あ、勉強むちゃくちゃできるし、ああ運動神経むちゃくちゃいいし、おもろいし、すっごい完璧な人だ。はあ、完璧な人だ。そのところあの家にあいつフィギュアとかがすごい好きだから、はい、あの機械だの出てくる悪魔の破壊だの、はい、実物大のフィギュアが家にずっと置いてあったけど、それの脳みその配線をちょっとこう時間見つけちゃうこうやってる、うん、その感じで千葉に自分で家建てようだからなそれすごいっすよね。すごいやん、そう。ほんで図面も引いてる、はい、ただその図面と認めてもらうためにはプロの方のあれがいるので、はい、あの竹岡が引いても全部その手直しじゃないからいろいろはあるので、はい、もちろんでもすごいよ、ほぼほぼあいつが家作ったと言って過言じゃない。安くでできるんですか、手作りやったとして。でそういうことじゃないと思うね、安いからやろうと思ったので、うん、作りたいから作ったと思う。あ、竹岡が一回だけ怒ったことがあるのは、うん、原西がまだ酒飲んでる頃にベロベロに酔っ払って、うん、同室やった竹岡の顔に証明しようとした時に、竹岡が原西の人事つまんで、原西ちゃんそれあかんねんって。えっ、その時もそんな冷静に、うん、それが最上級の怒りやと思う。チンコすでに逃げんのすごいですよね。でもおしっこかけられることもあった。すごいわ、すごすぎる。ちょっとびっくりするね。いや、お前笑ってる感じであくびしてんじゃねえ。違う違う、一瞬で違う違う違う、目涙めっちゃ出てる。違う違う、そういうこともある。びっくりした。逆に裏表がなさすぎてあるってことですね。もう、うん、そう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 。いや、ちょっと会いたいよね、やっぱ竹雄。会ってほしい。だから幼稚園の竹雄がカッパみたいな。いけますよ、確かに。でも、こう、だからうまいこと混じり合って、はい、溶けてまおう。すごい化学反応が生まれるようになりますね。最終的にはそうですね、なんか2人合わせたいですね。合わせたい。すごいランキングになりましたね。いや、すごいですよ。いいランキング。見たことないですね。いいランキングになりました。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。